さて前回までは岡山姫路といった太平洋側の地域の歴史の嘘に関する動画をお伝えしてきました今週からは北陸日本海側に移って石川県金沢や能登の真実に迫る考察を行っていきます2024年1月1日に発生した能登地震では その原因が、このアースの波動の上昇であるという見解が存在しています。これは特に海外も含めたスピリチュアル系の配信者が述べている見解で、私自身もある種同様の感触を持っています。その一方で、この地震が人工地震で、DS が行った作戦であるという見解も少なくありません。 私はやはりこれは浄化の地震であった可能性が高く、ただしそれを利用しようとした DS 組織がハープなどを使用して大惨事にしようとしたのではないかと考えます。石川県、特に能登半島は闇に包まれた土地だったと、先日お伝えしたスピリチュアル系のブログ、日々の気づきは指摘して、 いますこれは私も感じるところでしかしそれと同時にこの能登半島という土地は淡路島鳴門海峡といったエネルギーの流入の激しい土地と同様に日本の中でも特に重要なエネルギーの中心であると思われますだからこそこの土地能登半島というものは入念に封印されていたのでしょう 日々の気づき、ブログによれば、それは松鳥という、ちょっとここでは説明するのもはばかれるような子供や女性の生けにえの儀式だと言います。石川県をはじめ北陸の土地柄で闇を感じさせる特徴が今にも残っています。それは根深い断尊女卑の伝統です。 これは私たちが2022年に金沢での講演会を開催する際にも、富山、新潟、石川といった北陸の地域の閉鎖性を現地の人たちが強調するところから聞き及んでいました。そして私たちが実際に北陸の女性の方々とやりとりをしていると、彼女たちがいかにそれぞれの家の中で身を費やして、 夫やその両親に奉公しているかさせられるのでしたそしてネット上で石川県の男尊女卑ということで検索をしてもやはりかなりひどい男尊女卑の伝統があるということが分かります九州などでも同様と思いますが女性を力や権力に任せて下に見て労働力や性を搾取するのはそれ自体がとんでもない 闇の封印とということができます本来女性ほどこの世界に喜びを与えることができる存在はないのにその女性を抑圧して搾取するなどそもそも自然の摂理に反していますそしてそのようなことが伝統としてまかり通っているのは論理的飛躍に聞こえるかもしれませんが 純粋な悪魔崇拝の現れと見られる事柄です。石川県ではおかしな彫像がそこら中にあると言います。なぜか女性の裸がモチーフになっています。女性の皆さんはこのようなものを見せられてどんな風に感じるのでしょうか。また私たち自身が有名な兼六園の近くの 小山神社を訪れた時もそこにあまりにもまがまがしいモニュメントが建っていました皆さんはこのような異常なモニュメントどう感じますでしょうか私は素直に悪魔崇拝と思います小山神社です日本のマッドフラット界隈では有名な明らかな全文明の遺構です近寄ると 全文明の遺構で特徴的なアンティーク調の建物になっています。見事なアーチです。表面は石の化粧石で彩られているように見えます。このような加工は全文明の遺構で一般的です。ある種わざとらしく、その石造りの建築物の内側に木製の装飾が施されています。しかしこれらの木製の装飾も見事な ものですこちらも全文明の遺構かもしれませんこの5つの玉で構成されている五角形の紋章は前田家の家紋です前田家は実は明治以降陸軍の勢力の一角となっています1942年にボルネオ沖で殉職し死後陸軍大将になった前田利成 という人物はこの加賀前田家の当主でもありましたちなみに前田利成は当時を秀樹と同期であったもののそれがあっていなかったと言います前田家の家紋は桜あるいは星の紋章で星の紋章というのは世界中で陸軍の紋章でもあります星の紋章は広く陸軍の紋章として使われていて 北ベトナムの旗、その後のベトナムの国旗が分かりやすいです。この衣装はある種、共産圏で一般的ではありますが、共産主義の象徴というよりは、陸軍の象徴と考えられます。ソビエトの国旗にも小さく星が描かれています。モスクワのクレムリンにも星が飾られています。また同じロシアでも、 ペテルブルグの建物では星は基本飾られておらず、同じ軍部の海軍本部にも星はありません。海軍の紋章は怒りです。ソビエトの国旗、釜とハンマーの労働者のマークでもありますが、これは実は海軍の怒りのマークにも似ていますね。そして大日本帝国海軍の怒りのマークには 星が施されているものものありますこれはソビエトでも日本でも侵略者の海賊たちとその侵略に対抗する既存の勢力の対立という構図つまり侵略側の海軍と防衛側の陸軍の対立がある程度終わって海賊側による支配が始まっていたことを表しているのかもしれませんソ連でも日本でもですしかしベトナム戦争において 北軍が明確に星のマークで陸軍の立場を取っているということは、未だにこの世界では陸軍バーサス海軍の構図が残っているということを感じられます。この金沢、加賀に本拠地を置く前田家は陸軍の決闘だと言えます。この陸軍の系統とは合図であったり、 タルタリアの一部だった北海道の旭川であったり、原爆で殲滅させられた広島であったりが代表的だと思っています。そして長崎は陸軍とは言い難い場所ですが、伝統的にロシアとのつながりが強い土地で、ここも原爆で壊滅されたり、市長が伝統的に暗殺されたりしています。北ベトナムも、 ロシアとのつながりが強い陸軍勢力です。ロシア、モスクワ、そして第二次世界大戦で史上最大の犠牲者を出したと言われているスターリングラード、現在私、エンドゥが在住している町ですが、これも陸軍勢力です。そしてこれらのロシア、モスクワより東側の土地というのはタルタリアとも呼ばれ、 日本では脱炭という言葉も存在します。星のマークでおなじみの陸軍というのはタルタリアの生き残りとも言えます。第二次世界大戦とは陸軍勢力と海軍勢力との間での最後の決定的な内戦だったと私は考えています。別にアメリカに攻撃されたというわけではなく日本の海軍が日本の陸軍の土地を攻撃し 日本の陸軍がその日本の海軍や海軍に手引きされたアメリカの軍勢に反撃していただけだと見ています。特に、いわゆる本土決戦、日本国内での大空襲による攻撃は、ほとんど日本の海軍による爆破工作だったのではないかと思うわけです。そんな日本の土地を防衛したと思われる陸軍の決闘の前田家の紋章の残る 山神社です明らかな全文明、そしてタルタリアの時代から受け継がれている陸軍、星のマークの紋章。しかしそのアンティーク建築物の外側には、この鳥居が刺さっています。鳥居が設置されたのは、これらのタルタリア的な石の建物よりも後だと考えられます。そういえば、 鳥居の形と怒りという字の右側部分は嫌に似ていますね。海に刺すアンカーは怒り、海の鳥居なのかもしれません。一方、地上に刺す怒り、アンカーは鳥居ということなのかもしれません。海軍勢力がその勢力の地盤とするためのアンカー、 この鳥居は一体いつからあったのでしょうか特にこういった石の鳥居です。おそらく19世紀の前半のことでしょう。そういえば、石造りやレンガ造りのアンティークの建物の建設も無教用の労働者では建設不可能ですが、この鳥居も負けじと簡単な建設物ではありません。 そしてこういった鳥居は日本中にあまりにも無数にあります。もちろん現代になってから人々がお金を出して建てた鳥居も少なからずあるでしょうが、こういった石でできたいかにも古い鳥居というのは一体どうやって建てられていたのでしょうか以前お伝えした倉敷の19世紀の洪水に関する動画で紹介したその当時の地図には確かに 島や山ごとに鳥居が設置されていました。そしてそこに描かれている人物像は、江戸時代の人たちと思われ、とてもクレーンやその他の科学技術を操作するようなタイプの文明の人たちではありません。これらの無数に設置されている鳥居はおそらく、このアンティークの建物を建築した存在よりも後に訪れた。 また別の高度な知的生命体によって作られたものです。日本中に鳥居を設置して、その土地土地を入念に封印していった高度知的生命体がいたはずです。日本中にくまなくこれほど大量に鳥居が設置されているというのは人間技ではありません。この鳥居は この小山神社やすぐ近くの剣六園を封じ込めるための結界の役割を果たしているのでしょう。もともとあった明るい強力なエネルギーの場所をできるだけ闇の暗いエネルギーに変換するためにです。そしてそのためにさらに生贄が捧げられている。その生贄の痕跡は先ほど紹介した 不気味なモニュメントにも現れていると言えますこの日本有数の庭園の一つと言える兼六園は日々の気づきさんのブログによれば松取が行われていた生贄の場所だと言います私の見立てでは兼六園や金沢城と共にあの姫路城そして岡山城と同様に 遺伝子工学的な実験が行われていた場所ではないかと思われるわけです。そこでやはり人間も材料として使われていたに違いない。石川県にもやはり妖怪の伝承は残っていますが、姫路近辺と比べてはるかに少なく、そしてあまり化け物のようでもない妖怪が中心です。私の感じるところでは日本海側 新潟や石川さらには東北といった土地は基本タルタリアのテリトリーだったのだと思いますタルタリアのテリトリーは西ヨーロッパのアンティークアトランティスの文明ほどではないにしてもその建築様式に代表されるようなものに重きを置いた文明と思います一方日本特に太平洋側で 海の木図となって沈んでしまったム大陸が、その先にある土地では、ム大陸の伝統が残されているように思えます。ム大陸の伝統は、モアイ像などでも代表的ではありますが、巨石の文明であったと考えられます。そしてもう一つ重要な要素が、遺伝子操作の文明でもあったということです。 だから日本などにはそこら中に石垣が遺伝子操作で植物の細胞を使って増援されていますがそれ以外の国特に西欧などではその石垣の伝統を見ることはまずありませんそして日本国内でも太平洋側姫路などでは 姫路城の生けすを使うなどして無数の遺伝子操作の実務が行われていたのでしょうが日本外側金沢やその周辺ではタルタリアの人たちが多かったりタルタリアの文明を持っているためタタラ製鉄などに代表されるタルタリアやアンティーク的なものそのものを作り出す文化が優勢だったのだと思いますそして日本 そもそものジャポン、ヤポンという土地は、ポンというちゃんぽんの土地だったのでしょう。このちゃんぽんは、ムー大陸の人たちとタルタリアの人たちのちゃんぽんで、いつの時代かはわかりませんが、そこで調和が取れていたのでしょう。そしてさらにそこに、オランダ人やポルタガラ人など、 アトランティスの人たちも訪れて、さらなるちゃんぽんとなった。だから、ジャポン。日本です。宮内庁などが推奨する日本は誤った国名だと私は解釈しています。タルタリアとのつながりが強く、陸軍、大陸との関係性が濃厚な金沢、能登、佐渡といった土地柄。 その能登の地では現地の人たちが当たり前と言い切るほど無数に UFO の目撃情報があると言います。能登半島の地下にこの世界を牛耳っている悪魔たちの拠点があり、その悪魔たちのために生贄が必要となっていて、そのため能登やその他の日本外側の町々で 人さらいが問題となっていたのかもしれません。実行犯は北朝鮮の人さらいではなかったのでしょう。この人さらいは特に戦後からの時期によく話題になっていたようですが、一体い,いつから始まったか伺い知れません。人さらいは地下の支配者たち、悪魔たちへの生贄のために行われていた。 戦後そこに協力していたのは残念ながら日本政府だったと考えられるわけです。海上保安庁や海上自衛隊、警察たち、陸上自衛隊や陸軍の立ち位置が現在どういうものになっているのか私にはわかりません。金沢には731部隊の研究施設があったと言われており、金沢大学でも今でも 人体実験を継続していると思われます。731部隊は陸軍で、能登の地下には UFO が大量に現れてくる悪魔の地下施設があって、生贄用の人さらいが横行していたと見られています。この辺が、能登に闇の痕跡が色濃く残っている根源的問題なのかもしれません。そして、 2024年の元旦にその悪魔の地下施設があると考えられる能登半島の先端で地震が起きたのは悪魔の存在たちがその場所を明け渡したために発生した現象だったのかもしれません未来へと紡いでいく人 より集めて戻し引き裂いた嘘だらけの地平線よ愛せ許すな今を生きてる美しい月の音 波の輝きさえ窓わしの世界の飾りでしかないと真実を求めてさまよい歩く道見知らぬ誰かたちが 笑いかけて消える。どこまで行けばたどり着けるの。あがき苦しみ抜いて。自分を壊せ滑って 払って歩んせかい」

「見せられた歴史と見えぬ未来」「本物を見抜いてみせる」「たラるラだる我を導け」「この山の向こうのの体」「必ず見えてくる」「ガッとアース」「ナイル川を照